こんにちは、今回はですね、私西海岸に行ってきたんです。古着の西海岸、今セール中で、なんと着物いつも1000円なんですけど、今回浴衣も着物も500円ということで、ちょっと久々に行ってきました。で、浴衣をちょっと3着買いまして、それをねちょっと着てみたいなと思います。これまずこれ黄色って結構あんまり見ないかなと思うか。ヒルコバです。ちょっと着ます。何の準備もしてなくて、結構明るくなるから、なんかこう誰にでも似合うのかなと思って、どなたでもなんか顔周りとか明るくなっていいかなと思って見たんですが、いかがでしょう。このね、青が入ってるからこんな感じの帯でも合うかな。結構ブルーが入ってるから、ちょっと落ち着いちゃうかな。あ、でもこれだと強いけど、少し黄色を半分ぐらい見せるといいかもですね。こんな感じで、本物結構おすすめかなと思って、ちょっとこの絵が手書き風で見えますかね、かわいいなと思って目につきました。本当にリサイクルとか着物を始めるときに、問屋さんのものだったりとか、そういうとこですると着物を結構気軽に楽しめます。あと次に手に入れたのがこれです。水色の花火が描いてる、なんか花火大会とか行くときにいいかなと思いまして、なんかちょっと大人な感じにはなりそう。かわいいね、大人な感じですよね。こっちだと地味かな。黄色なんかまとまりますね、この帯だと。黄色と緑とか赤入ってるから合うかな。紫も、これいろんな色が入ってるから紫も合いますね。これかわいいですね。そして生地が涼しげ、結構透けます。大人な感じにしました。よいしょ、こんな感じのほんといいですよね。では着てみます。なんかめっちゃ楽しかった。確かに大人な感じがありますね。さっきの水色とは全然違う感じの印象。どうでしょう。これにどうだろうね、ピンクとかも入ってる。これも合いますね、色が。こんな感じの系も合うし、こっちも合うかも。少し見せてもいいかな、色を。最強の黄色、やっぱ黄色合いますよね、何でも。ちょっとからし色とこれとこの色と合いますね。なんかちょっと何ですかね、小豆色みたいな感じの。これは一緒の色だから、これで少し後ろだったり色を見せてもいいのかも。後ろの帯結びでちょっとこの色を見せても可愛いかもですね。少し紫が見えても、やっぱ最強ですよね、黄色は。
3着とも結構ちょっと気に入りました。初めて来たのでどんな感じだろうと思って、これ着て買ってないから本当に見た目で買っちゃって、で全部結構涼しげで生地的にも、またまだ夏祭りあるのでいっぱい着ていきたいです。そしてレンタルもしていろんな人も喜ばせたいなと思います。以上、西海岸の浴衣レポでした。ありがとうございます。